茶飲み友達。お電話ありがとうございます。ディフレンドです。なんか罪悪感ありますよね。そうやってみんなでのけ者にしてタブーにするから寂しい人が増えてくる。正しいことだけが幸せじゃないんだよ。私はずっと一人見たから。マナとファミリーになってくれませんか。孤独を抱えた高齢者と若者たちが家族になった。ルールとか常識とかみんな洗脳されてばっかだから誰も幸せそうじゃないんじゃん。